はい、どうも、しおみんでございます。今どこ来てるかって、博多駅前のね、ところのスーパーホテルさんに来ております。こちらですね、スーパーホテルロハスというところでございます。はい、本日ね、こちらのホテルに泊まりたいと思っております。はい、ウェルカムラウンジが15時からですね、9時ぐらいまで、21時ぐらいまでやってるみたいな感じでございます。なんかね、ソフトドリンクもアルコールも飲み放題ということで書いてあったんで、ちょっと選んでみました。どんな感じになってるのかね、ちょっと見ていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、チェックインが済みました。612でございます。荷物をちょっと整理してから、ちょっとラウンジの方行ってみたいと思います。これがね、こうスタートをしてロッケとか、こんな感じですね。今ロビーちょうどでございます。ちょっと部屋の中を観測しましょうか。何か暗そうなんで、こっちは期待できないかな。よいしょ。よいしょ。はい、横の壁でございました。簡単な枕とベッド脇に電気と USB2 つと普通のコンセント1つですね。客室のタブレット操作ね、テレビのリモコン、エアコン、なんかいろいろリモコン類が、ここに備え付けられるみたいですね。はい、その下のお茶のセット、はい、で冷蔵庫で、こちらが、まあ、椅子で、リモコン類と、これも消臭、消臭っていうか、あ、スプレーですね。で、ティッシュとドライヤーが、例のパナソニックさんのドライヤーでございました。で、燃えるゴミ、燃えないゴミのゴミ箱と、はい、こちらスーパーでございます。大浴と言ったもんで、はい、トイレもまあ普通のトイレですね。ハンドソープはなんかよくわかんないね。はい、ロハスとしてボディシャンプー、コンディショナー、シャンプーがございます。いう感じで、こっち上にバスタオルとタオルがあったりします。まあ、部屋はあっさりしたもんですね。はい、はい、こちらにハンガーとベビーと空気清浄機がございます。
ます、ただいま朝の5時30分ぐらいでございます、ね、一応ね目が覚めたんでちょっとお風呂行きたいと思っております。はい、こちらのお風呂ね、翌朝9時半まで、ねずっとやってるんでいい感じですね。はい、2階に降りたらこんな感じ。自販機コーナーがございます。はい、やはりこの時間は誰も入っていない。ありがとうございます。こんな感じです。はい、じゃあ入っていきます。はい、どうも、しおみんでございます。翌朝になりました。ね、今ね7時ぐらいでございます。宿泊先のスーパーホテルは今出てきました。まあね、お部屋はね、まあ普通なんすけど、いいところをね3点ぐらいお話したいと思います。はい、まずね、やっぱり今回宿泊するのに決め手となったウェルカムバーなんですけど、ね、もうちょっとね深い時間に行くとね、おばさま4人ぐらいで宴会してたりしてですね、結構楽しそうな感じでございました。はい、何人かで来てね飲食店代わりに使うっていうのもいいのかなと思ったりします。はい、良かった点2点目はですね、こちらスーパーホテル独特のもんなんですが、天気で部屋を開けるというような仕組みになっております。そうなるとね、あのカードでよく挿していくタイプあるじゃないですか。あれだとカードを抜くとですね、部屋の電気全部消えちゃうんですけど、僕みたいに充電をねずっとしてるような人からするとですね、自分が部屋にいなくってもですね、部屋が通電してるっていうのはすごいメリットかなとは思いました。はい、でね、3つ目はですね、各エレベーターホールに、なんとかねお水飲めるようなディスペンサーですかねが、ついてるような点でございます。はい、割とね意外と重宝したかなと思ったりします。ちょっとね冷たい水飲みたいなと思った時にね、すごい重宝いたしましたということでですね、3つのね良かった点っていうのをお話しさせてもらいました。はい、じゃあですね、このビデオをね面白いと思った方は高評価お願いします。またね、いろいろ違う動画で旅の情報もお伝えしておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではね、また違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。じゃあ2日目ね、いろいろ豪華な美味しいもの食べに行きたいと思います。